どうのんちでーす。ということで今日は2022年9月5日、夜11時48分に撮影してます。お疲れ様でーす。今日はですね、ちょっと、僕が介護をしてる理由について話そうかなと思います。なぜ介護をしてるのか。気になる人もいると思うんだけども。介護の現場って、まあ、特にま、僕の働いてるのは、特養という、特別養護老人ホームって、まあ、見取るところまでやる施設で、介護現場の中でも、一番大変と言われる場所で、そう。まあ、本当に、その施設に入ってしまえば、本当に亡くなるまで、出れない場所です。だから、利用者さんにとってはそこが最後の場所だ。そう。で、僕はまあ、縁があってそこで働かせていただいてるんですけども。僕はね、そこの、施設長に行ったんですよ。これはね、介護の世界に入った際に、施設長面談みたいな感じで言ったんですけども。月に100万稼ぎますかって。頑張って上を目指したら、そこに到達できますかって聞いたんですよ。そしたら施設長が、それは無理ですと言ったんです。そう。なぜならば、施設長である僕自身がそんなにもらってないから、ということを聞いて。で、なんだろう。この介護の仕事を、どんなに頑張っても、なんだろう。稼げないことがまず分かったんです。それ分かった上で、同時進行でやっていたのんじさんもあったんだけども、この介護の仕事を続けてる理由が一つあって、介護の仕事って、食事介助や、排泄介助や、入浴介助や、まあ、本当にいろいろやらなきゃいけないことがあるんだけども、介護職員の主な役割として一番やらなきゃいけないのはやっぱり空気を作ることなんですよね。コミュニケーションを取ることなんですよ。で、例えば、まあ、椅子がいっぱいある、利用者さんの座る椅子がたくさんあって、まあ、そこは利用者さんが座るとこだから職員は座っちゃいけないっていうルールがないんです。職員も座って話していいんです。そう。だけども、座って話してたら、怒られるんじゃないかって気持ちで、少しピリピリした環境で、何かに怯えながら働いてる人がめちゃくちゃ多い。そう。でね、のんじさんが働いてる、環境って、僕のもとに利用者さんがいっぱい集まってくるんですよ。本当に。話を聞いてくれるから、僕の生み出す空気が好きだから、安心できるから。そう。僕はほとんど、一日の大半を、その、利用者さんとのコミュニケーションに使ってるので、そう。僕の元に、わざわざ車椅子をこう引いて、僕の元に集まってくるので、そう。朝早番で来ればおはようから、僕が帰るまでずっとそばにいて、そこが一つの居場所になってて、そう。だからなんだろう、僕がせかせか働いてると、利用者さんは、きっとね、同じように、せかせかと別のところに行ってしまうのかなと。だから僕は、空気を作るために、まあ、せかせか働かないようにしたんですよ。そう、コミュニケーションただひたすら取ってるみたいな。そう。見守り介護ってやつなんだけど、これがね、できない人はすごい多いんですよ。空気を作って、居心地のいい環境を作ってあげるみたいな。ホスト役みたいな。そう。で、僕のもとに、たくさんの利用者さんが集まってきて、他の職員のもとには誰もいないわけ。なぜならば、他の業務をしてて利用者さんと向き合ってる時間がないから。そう。じゃあ、バトンタッチして、今度は君が、看取り介護してて、僕が他の業務やってくるよ。
って言ったところで、誰も利用者さんは集まってこない。誰一人として集まってこないんですよ。そう。なぜならば空気を作れてないのと、コミュニケーションが取れてないのと、そこに、なんだろう、居心地のいい空気感みたいなのを生み出せてないみたいな。そう。ピリピリしてる感じ。そう。だから、なんだろう、利用者さんの中での連帯感みたいなのがなくて。そう。あの、お年寄りの方っていうのは、可愛い男の子は好きなんです。可愛い女性職員が好きなんです。それは見た目の話じゃなくて、ちゃんと話を聞いてくれるから、ちゃんと向き合ってくれるから、そう。頼りにしてくれるから、そう。人として見てくれるから。だから、好きなんです。でも、そういったコミュニケーションが取れない人があまりにも多いから、介護現場で一番必要なのってコミュニケーションだよなって、空気を作ることだよな、みたいな風に思ってて。そう。のんじさんみたいになりたいです。僕は、介護現場でのんじとは名乗ってないんだけども、のんじさんみたいになりたいです。と言われるんだけども、そう。僕はだから、教えてあげるんですよ。センスだね、って。そう。もうこればっかセンスだから、つって。そう。でも本当に人が集まってくる職員と集まってこない職員の違いって何かなって、すごくもったいないんですよ。で、変な話、まあ、介護の仕事、月に100万円も稼げない仕事で、これだけの利用者さんが集まってくる職員、しかも全員女性なんです。だ、場所が変われば本当に100万、1000万、1億稼いでてもおかしくないようなコミュニケーション能力を持ってるわけ。そう。それを介護現場では学べるんですよ。そう。活かせるんです。だから。そう。環境変われば、きっとね、まあ、そういうこともできるのかなと。大きな金額を動かすこともできるのかなと。そう。ものづくりと、まあ、物を売る仕事とあるけど、物を売るためにはコミュニケーションがなきゃいけない。そう。でもそれを、技術を、この介護施設の、お年寄りの方々と、コミュニケーションを取ることで、学ぶことができるのかな、みたいな。と思うんだよね。そう。僕はだからさ、配信者としていろんな人の、前に立って、思いを届けたりしなきゃいけない立場の中で、同時進行で介護してる一番の理由っていうのは、やっぱりこのコミュニケーションを学べるから、というかその空気を作れるから、本当に自分が何か発信したり、僕が利用者さんを集めて、そこに留まってもらう空気を作ることで、コミュニティが生まれて、他のねえ、おばあちゃんたちがわざわざ車椅子を敷いて集まってくる環境があって、そう。それを、働きながら学べる環境があって、最高だよなーって。そう。でも、他の職員のもとには、人が集まってこないんです。同じことができない。そう。それだけコミュニケーションに差があるんです。で、僕はね、何日か前の、ツイッターで言ったんですよ。どれかな。そう、朝の介護職員忙しい、食事介助しながら別のおばあちゃんに腕をつかまれて、また別のおばあさんから背中を叩かれて、また別のおばあさんから呼ばれて、泣いてるおばあさんがいて、怒ってる職員がいる。そう。で、どれだけ年を重ねていても若い人と変わらないよね、みたいなことをツイッターで上げた時があって、そう。この意図としては、僕が作った空気感によって、たくさんのお年寄りが集まってきてる状況を説明したかった。そう。それを学べる環境だから介護してる。そして、僕のような介護士になりたいという、
後輩たちがね、やっぱりのんちゃんの介護はやっぱり他の介護職員と全然違いますみたいな、そう、そういうところでなんか参考にしている人もいるので、そう、僕はなんかのんちゃんと同じ介護始めて7年目なので、空気感を作って、うん、とにかく利用者さんがその場から離れないようにしてるかなと。そう、ある別の日に別の職員が、僕と同じことをやろうとした時に、どうしても業務に追われるので排泄解除しなきゃいけない、ああどうしよう食事が終わんなかった、バタ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 時間に追われてせかせかとこう動き回ってるわけですよ。それを見たお年寄りの方が、歩ける方で、あ、もう帰らないとっていう帰宅願望が芽生えてしまって、急に歩き出して転ぶわけ。そして転んだ時にその職員は急に立ち上がって転んだんですっていう風に、言うわけですよ。申し送るわけなんですけども、その原因作ったのは誰なのってとこなんですよ。そう、変な話だから僕がその空気を作ってる時には落ち着いて穏やかに座って笑顔で話してるおばあちゃんがせかせか動いてる職員を見て、あ、帰らないとと、空気が悪いからちょっと別のところに行こうと立ち上がって歩き出した結果転んでつまずいたんです。その原因を理解せずに突然立ち上がったおばあさんのせいにしていて、で事故報告書にそれを書いて当然上司に報告して家族に電話して状況を伝えなきゃいけないんです。そう、こういう状況の時にいきなり立ち上がって歩かれて転ばれたんです、すいません申し訳ないですって謝らなきゃいけないんです。でもその原因を作って転ばせたのは自分にあるよってことも知ってほしいんですよね。そう、だからいろんなことを学べるんですよ介護現場って。そう、だからすごくね、なんだろう、のんちさんに憧れて、のんちさんの生命判断、のんちさんの鑑定真似したいっていう風に言われて、だから僕は迷わず介護士になってって言うんですけども、真に受けて介護士になった人って本当にほとんどいない。そう、ごくわずかいるんですけど、全く無資格からのんちさんみたいになりたいっつって介護士目指した人がいるんですけども、僕の介護はコミュニケーションを学ぶためにやってるかな、空気を作るためにやってるかな。そう、なんかそういうことを学ぶためにやってるかなと。で、本当に基本的な食事介助や排泄介助、入浴介助みたいなことは本当に忙しい業務の一つに入ってしまいがちなので、極力コミュニケーションを取っていかなきゃいけない。そう、すごく難しいんですけども、そう、たった一人の誰かと向き合うためにその他大勢の利用者さんをないがしろにしないようにちょっとつなぎ止めておかなきゃいけないと思うし、そこまたコミュニケーションが必要なんです。そう、だからそれを学んでこの配信に生かしてんのかなって思うんですよね。そう、だからまあもしね、のんじさんみたいになりたい、人として魅力のある人間になりたいというふうにどうしたら利用者さんにそんなに好かれるんですかって聞かれるんだけども、そう、それを学ぶためにはそういう環境に身を置いた方がいいのかなと思います。はい、ということで、なぜのんじさんが介護してるのか、それはコミュニケーションを学べるから、それがこの配信に活かせるから、それがきっとのんじ鑑定事務所に活かせるからなのかなと思います。はい、ということで、また
次回の動画でお会いしましょう。